お疲れ様です。マピューです。今回はチャトルムカ使います。デジャブかなと思った方いらっしゃると思います。前回チャトルムカの動画を出したんですが、その時は確かフランケンリーダーでやっていたんですけども、このチャトルムカね、リンクスキルがついてないんですよ。スキルもコンボもリンクなしで、しかも、ね、このスキルが良くて、通常攻撃ダメージと特殊ダメージをカットしてくれる永続シールドということなので、これ、アエシマデッキに相性いいんじゃないかなと思いまして、私今回考えたのが、破壊のチャチャチャ構築でございます。というのも、この破壊神、アエシマなんですが、進化の方ですね、スキルが自分の HP が 5% 以下で発動できて、通常攻撃ダメージの 4.5 倍の特殊ダメージを与えるとい う皆さんご存知の通りロマン砲なわけなんですが、このアエーシェマを使いこなせるアエーシェマスターっていう人がいるらしいんですよ。まあ私のことなんですが、今回最新のアエーシェマデッキ組んできました。超ゴマ強ゴマ一切入っておりません。というのも、もう英語マにもついに超ゴマ強ゴマがなくなってしまったこの構築なんですが、もうアエーシェマが強すぎて超ゴマ強ゴマに頼らなくてもいいんですよ。はっきり言います。これ花山薫理論ですね。強者に生まれたからにはそれ以上鍛えるのは卑劣だという考え方です。なのでアエーシェマが強すぎるので、その他の超ゴマ強ゴマは入れずに、このチャトルムカと、そしてチャチャを入れたチャチャチャ構築を組んできましたので、今回このデッキで破壊のチャチャチャ、破壊のチャチャチャ、チャチャチャ、破壊のチャ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 を見せていきたいと思います。はい、対戦よろしくお願いします。バーニング小杉が相手をしてやろう。27,101 ってことはマタンじゃないと思いますので、これは刺さりそうですね。チャトルムカもしくはチャチャデースが来てくれてもいいですね。でこれなんですが、とりあえず宿湯から入って、普通のランリーダーの神タン、ただの神デッキだなという風に偽装します。その後にナンディ投げることによって相手を惑わせます。おっと、プラス振ってますね。31ぐらい振ってますね。いらっしゃいませ。まあここナンディ打っちゃって、ヨシノにプラス31振ってるということは、プラス振り始めというか多分50まで突っ切るんじゃないですかね。他にプラスもうすでに振ってるっていうことですかね。エンデガもプラスまとめていいでしょう。さあ、リッチ初手、吉野から投げてきたか、吉野の引いたところから投げてきたか。ベルゼ引いてる可能性はありますが、まだわからないので、どうしようかな、どっから切ろうかな。ラン釣られたくないので、ベガ切っちゃいますか。大丈夫、全然大丈夫です。毒スキルが厄介なところありますが、まあまあまあ、誤差の範囲でしょう。アイエシマ、絶対発動させますよ。おう、デバフ、ただこれはもうイーサン打って良さそうですね。よし、イーサンにオーヘルで入って回復マス生成しましょう。この回復マスの生成が大事なんですよ。最悪そう、一発回復マス踏んでギリギリ耐えてアエシマっていう起死回生プランがある。ドゥーグル、エアーバイセで3枚返し、結構攻めますね。思ったより攻めてきている。ベルゼ引いてる場合はこの信号しないはずなので、多分ベルゼは引いてないですよね。しかしここはオーバーロード、穴取り型し、相手そうですね、こちら1765以下ぐらいで発動できるようになったので、だいぶ範囲は広がりましたが、なーん、そういうの入ってんのか。いやでもこれは全然許容できる範囲ではある。いらっしゃいませ。しかもここに取られたのは美味しくて、オーフェルのコンボスキル使いますね。使いましょう。でルキア打ってバイスが出ることがなくなったということは、アルカードとかですかね。なのでルキアの一貫性が取れますね。これでアイドルアンナプールなどが入れられてたらややこしいんですが、大丈夫でしょう。アルカード切る、痛い。まあ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 、まだ受けられる。あとはエーシャマ引けるかどうか。引けましたね。バイセで2枚返し、いやでも相手にルキア打たれたらややこしいが、けどルキア引いてるとは、でまだここでルキア打ちたくないのはあるな。よし、こっち行こう。 OK、 いいから行く。さあどうする。ここでアズリールとか打たれたらややこしいですよ。けどアズ変動機する暇ない。いや大丈夫、エンデガ、私エンデガ捨ててないんですよ。エンデガでとどめを刺す。アイシャマコンボスキル強いんですよ。3000ライフバースト十分です。
大丈夫です。まだ勝てる。エンデが行きましょう。第2のエースを待とう。エンデ側の意思を継ぐ者が、ま、いや違う、アイエン様の意思を継ぐ者が必ず現れてくれるんです。大丈夫、絶対大丈夫です。いらっしゃいませ。リティス、ここまで来たらリティス無駄かな。どうしようかな。いや、ルキアと、私の言うことを聞いてもらうわよ。よしよしよし、回復踏んでる。回復踏んでる分それなりにダメージが出ている。あと2ターン耐えるかな。エンデが3枚だと、ランリーダーだと6000ぐらいしか出ない。耐えれるか。リティス打ったとして4枚返しになるから、 F2 しかなさそうに見えますね。そしたら3枚返しでしょ。4715に450出して、あーでもこれエンデがプラスマだったら死にますね。ってことは、いや違うか、ドライヤードあるじゃん。ドライヤードで返しよう。こっち、これ頼む。もうちょっとでいい。あとちょっと耐えよう。エンデが引くしかないんですよ、もうここまで来たら。でオーバーロードかけてるのでライフは十分出る。オッケーオッケーオッケー、これ耐える。エンデが来い、エンデが。今行かなくてどうする。これでアイシマ2700ぐらい出る。よし6000。あ待って、いやプラスマエンデがでしょ。6100、2700足し6115ぐらい出るから、エンデガだけで2700ライフバー、あ出る、2800ぐらい出る。まさかの綾島コンボフィニッシュですよ。これギリギリ倒せます。80ぐらい余裕持って倒せる。8900ぐらい出ます。これ勝ちです。多分 いける。あっ OKOKOK、 8900ギリギリいかないぐらいでしたが勝ちですね。あぶなティタじゃなかったら負けて出たかもしれないですね。はい、対戦よろしくお願いします。ほう、なるほどな。うん、これルー相手に発動するかどうかですよね。あのチャチャチャ構築が貫通されると完封されるのでちょっと刺さらないんですが、まあでも手駒悪くないですね。手駒ロックも引いてるだけでなくオーバーロードできています。ただこのエンデガ許さない、エンデガだけは許さない。ちょっとまあエンデガで事足りるかもしれないな。おいもれちからもりもりだもい、もうって今何回言った、4回ぐらい言ったな。あ、怪しまきた。オッケー。じゃあもうエンディがいらないけど、これはルキア切っちゃいましょう。一回ルキア切って、この妹ドラコンボをあえて受けます。ちょっと削ってもらわないと、怪しまさん発動しないんでね。ほれ。さあ、エルツかラウラか、エルツ、オッケーオッケーオッケー。で、ここのルキアがいいですね。エルツドラフェを切らせたので、チャチャとか引いても構わないよ。いらっしゃいませ。宿湯。F2 宿湯打ちましょうか。オッケーオッケー。相手リューパーなので、アエシャマさえ発動できればこの程度の HP であればもうアエシャマだけで十分ぶっ倒せますね。さあサマールン、サマールンコンボスキル発動しないのは美味しいが、これどうしようかな。なんか切る、バイセ、バイセ切りましょう。サマールンコンボスキル発動しないので問題ないですね。 OK で、この段階で相手コンボないんですけど、オーラスキル引かれてないと、オッケーオッケー、ダメージの調整しやすい。クロリス。なるほど、そこに置くことによって、サマールンを消されないようにしつつも、イモドラのコンボ動線をつなげているっていう状況ですよね。これ、エンデガ A4 入りましょう。サマールン消して、オッケー、ここ誘います。C5 に、あいつ、ジェイン打ってもらえれば、あ、オッケー。アムルカル素晴らしい。これエンデが、あまだか、さすがにまだ無理か。アイエシャマちょっとそれ誘ったんですけど余らかったですね。いやデバフワンチャンしかない。 B6 ってこのデバフが働いてくれればアイエシャマで勝てる。お願いします。チャチャですって来たんですけど言うの忘れてましたね。頼む、耐えろ耐えろ。チラチラ、正直 40% デバフだったら2112はかなり渋いんですが、あ、これは、モロタで駆動、よーしオーケー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 。相手は最後の最後でギリギリ引けなかったみたいですね。おもちゃのチャチャチャ、おもちゃのチャチャチャ、チャチャチャ3枚、チャチャチャ、ありがとうございましたー。オーケーオーケー、優秀の美を飾れた。強すぎ。あ、弊社だけで相手の HP の 80% 分ぐらいの火力を出してましたね。ありがとうございました。
はい、対戦よろしくお願いします。どうも皆さんこんにちは、バーニング小杉と申します。これはラニーブブじゃないと思いたいですね。チャチャでーすと行きたいところだったんですけど、これ開幕引いてしまうとこれボーイスがつかないんですよね。やっていきましょうか。一旦ここはオバロから切って、いや違うね、これ宿友から切ってラニーの火力少しで戻しましょう。ちょっとでもラニーの火力を落としてからのオーバーロード、それでも全然間に合います。問題はチャトル向かが引けるかどうか、あとアヤイシャマがちゃんと手駒に来るかどうか。打ち合わせ通りお願いしますね。ルキア悪くない。一旦ここはナンディ切っちゃいましょう。ナンディ切りますよ。おれオーバーロードだ。ランリーダーからのオーバーロードでアヤイシャマデッキとバレてしまうとまずいので、せめて名前だけでも変えてるんですけどね。アエーシャマじゃなくてそのマッピー会長という名前に変えてるんですが、痛い。チャトル無か、今こそチャトル、チャトル、あ違う、チャチャ出した瞬間にこれアエーシャマバレてしまいますよね。一旦ここはルキア打ちましょう。チャチャのタイミングが大事。ここのルキアで何が出るかですね。バイセとか釣ってくれても構いませんよ。アンプ、あこれ美味しい。アエシャマのタイミングでアンプ打たれてしまうときつかったので、これは美味しいですね。回復も引くが、そうですね、一旦回復入りましょう。まだカットは入れる必要ない。正直言うとこれチャチャ入れる必要あんまないと思うんですよね。アエシャマデッキにチャチャ相性いいみたいな感じで思ってる方いらっしゃると思うんですけど、いやそのそんなないと思う、そんな相性良くないと思う。やっぱ代償がなんだかんだ痛いんでね。痛え。これで特殊もカットしてくれるならいいんですけど、特殊カットしないですからね。よし、チャトルムカ、まずはチャトルムカから入りましょう。特殊カットの形を整えて、次のターンに、チャチャ打って、この HP だと1600、いや1580以下ぐらいで使えると思います。はいはいはい、大丈夫、カットが入る。いや言うてしんどいな。でこれ 20%、 あダメですね。チャチャ打った瞬間HP1000 まで削れるんですけど、ネイトコンボつながれて死んでしまうので、ここはチャチャの出番ないですね。ごめんねチャチャ。ほれさあここでうまいこと特殊出してくれたらアエーシャマ使えるんですが、お願いします。あーこれどうだ、いやチャトルここお願いしますよ。いい具合に調整、あ来た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 。チャチャ君の出番なかった、すまねえな。おもちゃのチャチャチャ、おもちゃのチャチャチャ、破壊おもちゃのチャチャチャ、はいはい、楽しいですね、ありがとうございました。これが2代目アヤシマスターバーニング小杉の強さです。タイヤリです。はい、ということで今回いかがだったでしょうか。3回中2回アエシャマの発動に成功しました。というのも2戦目リティスですね、まあ、リティスとかあとドーカミスティアなども最近は出てきて、相手の手駒の中でアタックの高い駒をロックするという駒が増えたので、そうアエシャマが発動するのより難しくなってしまいましたね。しかしながらアエシャマのコンボスキルで仕留められたので、結果的には良かったんじゃないかなと思います。でね、アエシャマは良かったんですが、あとチャトルムカも良かったんですよ。ただね、一つだけ問題があって、チャチャがダメでした、今回。もう手駒に来て、チャチャですと言って、応援しに来るしか やらなかったというか、できなかったので、もう盤面に出す暇すらないというか、やっぱり 20% 自称してしまうのはきついですね。その時にアエシマ持ってないと、次の展開なども考えられないので、やっぱりこう、アエシマデッキで今、チャチャを使うのは難しいんじゃないかなと。前までだったら、チャチャが登場した初期の方だったらね、チャチャの登場当初だったら貫通とかも少なかったり、今ほどなんか代償とかもなかったりして、特殊ダメージもねガンガン打たれなかったので良かったんかなとは思ってたんですけど、次回からはもうアエーシャマデッキにチャチャは入ってこないかなと思いますので、おそらくチャチャは今回の動画で卒業ですね。アエーシャマのデッキからは卒業になるかと思います。はい、なので今までチャチャありがとうというそういうコメントをお待ちしております。チャチャです、大好きだったよ、チャチャありがとうねみたいな、そういうコメントいただいたらチャチャも嬉しくなると思いますので、というかまあ正直言うとなんかチャチャが弱いっていう風に私今言ってましたが、違いますね、私の力量が足りませんでしたね。うまくチャチャを使えるような
デッキ構築としてアレイ様を考えていたんですが、昔までは良かったんですが今の環境だと厳しいですね。なのでまたこうチャチャを笑って使えるように、チャチャですと笑ってチャチャですと言えるように、そんなデッキ構築をですねまたまた今後考えていきたいと思いますので、応援のほどよろしくお願いいたします。では今回この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。